メタリックタトゥーって知ってます？ここについてのさ。そうなんだけども、メタリックタトゥーとかメタリックフラッシュタトゥーとかゴールドタトゥー、シルバータトゥー、ステッカータトゥーとか、まあいろいろ呼び方があるんだけども、アメリカで流行ってるんですよ。ビヨンセがさ、なんか夏につけてたんだけど、これでも見える、ここ腕についてるの。これね、今アメリカで流行ってるんです。だからちょっとさ、皆さんにやり方を見せてどうですかってやろうかなと思うんですけども、私結構使ったからこんな感じになっちゃってるんだけども、こんな感じになっちゃってるんだけども、こういう感じで売られてるんですよ。私は普通のさ、ショッピングモールとかの女の子の服屋さんの、ほらアクセサリーとか置いてある、雑貨が置いてあるとあのエリアあるでしょ、そこに売られてたものなんだけども、日本だとね、結構友達、私の友達とか結構高いんだよねとかって言ってたんだけどさ、アマゾンとか楽天探してみると売ってるかもしれません。そう、こういう感じできます。 OK。 でこれをさ、どういう風にやるかっていうと、切るのよ。OK。 じゃあどうしようかな。じゃあここの子ちょっと切りますよ。これをさ、こうやって切りますね。 OK。 そう、それでこれね、上に透明なテープがくっついてるの。なんかこれを取って、でこういう感じになったでしょ。でこれをさ、つけたいところにこうやって乗っけて、でここに濡れタオル持ってきました。濡れタオルで押さえて、上から、で20秒から30秒押さえて、でその後ペッてやるともうくっついてるの、肌に。でガサガサ洗えば落ちちゃうから、まあ持って2日とかで落ちます。だからさ、もう夏終わっちゃったけども、夏のフェスとかさ、フェスティバルとかお祭りとか行くのにいいよね。あとまあハロウィン来るから、まあハロウィンとかにつけても可愛いんじゃないかと思います。じゃあやってみるよ。じゃあ私の指のここにこうやってつけようか。こうやって、こうでしょ、つけましたね。でそしたらさ、このタオルで上から押さえて、20秒から30秒だって。もういいかな、もういいかしら。よさそう。あ、曲がっちゃった、ちょっと。 OK。 これでさ、これをこうやって取るじゃない。できた。曲がっちゃったけど可愛いでしょ。これさ、こうやってピッて曲げると、指のシワに沿ってパキパキって割れますけども、まあ、それの方が自然になっていいよね。 OK。 なんかほら、こういう感じでなりました。可愛いでしょ。そしてすごく簡単。じゃ あ違うのを他のところにつけてみます。そうね、これさ、手いろんなところつけてて、腕とかもすごく可愛いんだけど、足とか首の後ろとか、こういう感じでここに見えるところとか背中とかにね、つけたりとかできて、すごい可愛いのよ。あれだよね、まあビーチとかでつけてるとものすごく可愛いんだけど、OK。 じゃあこの子ここにあるのかな。じゃあ次この子いきます。羽ちゃん、羽ちゃんをじゃあここにつけるね。ティリー、かわいいね。そう、こんな感じでつけるものです。ちょっといっぱいつけて後で見せますね。ちょっと待って、いろいろつけてみました。
ここでしょ。あとここにもあるでしょ。あと首の裏に。これかわいいよね。これ一番かわいいよね。こうやって遊べるものです。皆さんよかったら試してみてください。それと最後にこのアクセサリーたちなんですけど、このピアスとネックレス超かわいいでしょ。インスタグラムである私のフォロワーさんのページを見た時に、彼女がこれを作った人の、指輪を購入してたんです。で、すっげえかわいくって、で、なんかその作ってる人をチェックしに行ったら、すげえかわいいのよ、作ってるものが。彼女の名前はアヌエヌエイっていう名前でインスタグラムやっているんですけども、アヌエヌエってハワイ語で虹っていう意味らしいんです。で、彼女はハンドメイドでアクセサリーを作ってて、で、日本にいる人なんですけど、それをさ、ページ見てすっげえかわいいから、もうアピールして、で、これが欲しいです、あれが欲しいですみたいな、で、オーダーできますか、カスタムオーダーできますかって言ったら、できますって言われたんで、こういう風な感じで作ってもらいたいです、クリスタルでって言って、これクリスタルなんだけども、で、つって、で、それでさ、細かいここもちょっと長くしてとか、これをくっつけてくださいとかいうのも全部対応してくれて、で、反応もすごく早い方で、で、その、なんだっけ、やり取りも全部インスタグラムのダイレクトメールでやったんですけど、ちょっとなんでイメージが伝わるように絵とか描いてさ、写真で送ったりとかして、そう、それで結構すぐ作ってくれて、で、私はアメリカにいるものだから、そういう支払いとかができないから、それちょっと私の日本にいるお友達の全部お願いして、で、私の日本の友達が日本からアメリカにこの9月に来た時に一緒に持ってきてもらったんです。だから私の友達がやってくれなかったら手に入らなかったものだから、本当に感謝しているんだけども、そのアヌエヌエさんもすごくものすごくいいお仕事してくれる人で、で、私が言った通りな感じでもう作ってくれて、だから本当イメージ通りに作ってくれたんですね。だから超気に入ってます。本当に気に入ってるの。私結構いろんなところにつけてってるし、インスタグラムとかにもう載せまくってるから、きつけすぎじゃないこの人って思うかもしれないけど、本当にね、超可愛いでしょ、超可愛いでしょ、超可愛いでしょ。そう、だからものすごくおすすめ。ハワイアンジュエリー好きな人、天然石とかそういうのを彼女作ってるから、ぜひね、インスタグラム彼女にリンク下に貼っておくので、行ってチェックしてみてみるといいと思います。もうすでに彼女が作っているものもものすごく可愛いんだけども、オーダー、こういう風に作ってほしいですって言うと、そういうなりに彼女ができる範囲でやってくれるみたいなので、ものすごくおすすめです。